市長曲がらない。市長、市長。それだけね、はい、休憩前に引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。順番4、11番土井君。11番土井君。はい、お昼から一番でございます。ちょっとだいぶ上がほんのりと暑くってぼーっとしてますが、お付き合いいただきたいと思います。それではただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問を始めさせていただきます。今回の私の質問は2項目でございます。まず1つ目の質問は、社会保障税番号制度マイナンバー制度についてです。社会保障税番号制度、これはいわゆるマイナンバー制度ですけれども、これを導入するための法律が平成25年2013年の3月1日に閣議決定され、5月31日に公布されました。皆様もご存知の通り、この制度は国民一人一人に12桁の番号を割り当て、氏名、住所、生年月日、個人所得、納税実績、年金などの個人情報をその番号で把握し、管理できるするように、できるようにするものであります。中長期滞在の外国人や、法人にも番号が割り当てられます。そして希望者には、番号と顔写真が記載された個人カードが交付されることになっており、多岐にわたる個人情報を一つの番号で管理できるため、行政事務の効率化によるコストの削減、そして行政手続きの簡素化、社会保障給付の適正化ができるとしています。政府はこの制度の運用開始を平成28年2016年の1月から予定しており、本市においても平成27年2015年の10月から順次番号の付番通知が開始されることとなります。そのため各自治体ではそれまでに体制の整備や業務の見直し、関連する条例の制定や改正などが必要となっており、マイナンバー制度開始に向けての準備を進めていかなければなりません。しかしこの制度についてはすでに導入している先進国での成りすまし犯罪、そして情報漏洩の被害なども報告されておりまして、今後起こりうるさまざまな問題点もしっかりと把握した上で進めていかなければならないと考えています。そこで今回は何点か質問をさせていただきます。1、国や県から示されている予定に向けて本市としての工程表はどのようになっていますか。2、各課が独自に対応するのではなく、番号の活用やシステム構成など全庁的な取り組みと全体方針に基づいた検討が必要と考えますが、今後の担当課やプロジェクトチームの設置などは考えていますか。またそれに伴う人員の増配置は考えていますか。3、既存システムへの影響調査や対応システムの設計開発などの業者委託はどのように考えていますか。4、番号通知作業の段階でさまざまな問題点が考えられますが、その対応への検討はしていますか。5、2014年平成26年度での予算要求はしていますか。6、本市での独自利用の検討や個人情報保護条例の改定等は検討していますか。7、利便性と費用対効果についてはどのようにお考えですか。8、情報漏洩の危険性とその対応策についての取り組みはどのように考えていますか。
次に2点目の質問です。今年度より町内において HMP48、橋本まちづくりプロジェクトの取り組みが進められているとのことですが、その取り組み内容と今後その成果を具体的にどのように生かされるのかをお聞かせいただきたいと思います。以上で1回目の質問を終わります。11番土井君の質問項目1、社会保障税番号制度に関する質問に対する答弁を求めます。企画部長。社会保障税番号制度についてお答えをいたします。まず1点目の導入に向けた本市の工程については、平成27年10月の番号通知及び平成28年1月の個人番号カード交付に向け、国が示す工程に基づき遅れることなく取り組む必要があります。本市でも平成26年度より関連システムの改修をスタートさせ、システム改修に関連し義務付けられている特定個人情報保護評価についても順次実施していきます。次に2点目の担当課やプロジェクトチームの設置、人員配置については、番号制度導入にかかる担当課の新設やプロジェクトチームの設置、また特定の課へ正職員を動員配置する考えはありませんが、平成26年4月からは関係する各課において情報共有と関連業務の連携を図るため、箇所社会保障税番号制度に関する町内連絡調整会議を設置し、運用開始に向けた体制を構築いたします。次に3点目の既存システムへの影響調査や設計開発等業者委託についての考えでございますが、現在運用中の基幹システムは平成26年10月より自治体クラウドシステムへの切り替えを予定しており、運用開始に向けて現在鋭意作業中です。その上で新しい基幹システム上で発生する社会保障税番号制度のシステム導入及びシステム運用については、国の補助金交付金を活用し、平成26年度においてシステム改修に必要な契約を行い、期限までに遅れることのないよう計画的に業務を行うこととしています。次に4点目の番号通知作業段階で考えられる問題点とその対応についてのご質問ですが、平成27年10月国より委託を受けた地方公共団体システム機構から個人に対し番号通知が行われ、その後個人番号カードを必要とする個人が機構へ申請を行い、機構側で一括発行することが想定されています。また個人番号カードの交付につきましては、来庁方式により平成28年1月より市町村が行うこととなっています。したがって個人番号カードの交付当初には窓口の混雑および事務量の増大が予想されるため、その対応策として一時的な臨時職員の配置、臨時窓口の設置、定期的に休日や時間外での交付対応などの方法が考えられますが、今後国の動向などを踏まえさらなる検討が必要であると考えています。次に5点目の平成26年度の予算要求についてのご質問ですが、予算要求の元となるシステム改修費用について現在、設計積算業務を行っています。一方国ではシステム改修に対する補助金交付要項の制定をこの年度末に予定している状況を踏まえると、現時点では平成26年6月議会に補正予算を提案させていただきたいと考えています。次に6点目の独自利用の検討や個人情報保護条例の改定等は検討しているかとのご質問ですが、独自利用については、今後交付される政省令に基づき現行業務における利用の可否を検討し、町内連絡調整会議等でも十分議論を重ね判断していきたいと考えています。また個人情報保護条例についても、個人番号の利用開始までに必要な改正が求められるため、平成26年度において個人番号制度の規定に合うよう検討していきます。次に7点目の利便性と費用対効果についての考えですが、番号制度導入の効果としましては、公平な社会の実現、国民の利便性向上、
行政の効率化の3つが挙げられています。基本的な考え方は、国は番号を活用してより正確な納税を確保するとともに、正確な所得に基づいて社会保障を効果的効率的に給付するということになっています。利便性におきましては、市民は社会保障給付の申請、届出等、各種申請申告等に必要な行政機関が発行する納税証明書などの添付書類の省略が可能となります。また自宅のパソコンで自分の情報がいつどの機関からどの機関に対してどのような事務のために照会提供されたのかを確認できるようにもなります。このいわゆるマイポータルには、行政機関が保有する自分の個人情報について確認する機能や、行政機関等からのお知らせを受け取る機能も盛り込まれる予定です。さらに社会保険料控除の対象となる保険料や、税務署が把握している納税者の所得の情報などもマイポータルで確認できるようになり、より簡単に正確な確定申告が可能になること等が挙げられます。番号制度に関する対応にあたっては、対象となる業務をそのまま単純に維持するシステム化のみを行うのではなく、業務の見直しに積極的に取り組み、効率的な住民サービスの提供が可能となるよう、業務の改善とサービスの質の向上に取り組んでまいりたいと考えています。最後に8点目の情報漏洩の危険性と取り組むべき対応策についての考えですが、議員お尋ね氏のとおり、個人情報漏洩事故件数の推移を見ると、被害件数は増加傾向にあり、地方公共団体からの漏洩事故も相当件数に上っております。しかしながら、先に番号制度を導入している海外のなりすましの事案等は、番号のみで本人確認していることや、番号に利用収集制限がないこと、および不正利用に対する罰則の不備等が影響したと考えられます。このことを踏まえた日本の番号制度では、厳格な本人確認の義務付けや利用範囲や番号収集用途を法律で限定し、不正利用に対する罰則の強化などの措置を講じています。また本市が将来のシステム設計構築を行う上では、情報漏洩事故が発生しないような高いセキュリティを備えたものにすることを情報システム基盤構築の必須の要件としています。社会保障税番号制度の開始に合わせて、平成26年10月より予定している自治体クラウドシステムへの移行においても、包括した情報セキュリティ対策を進めているところです。今後は国が示す情報漏洩対策なども注視した上で対応を行っていきたいと考えています。11番土井君、再質問ありますか。11番土井君。はい、まあ、私もたくさん項目は挙げまして質問をさせていただきましたが、ちょっと部長、割と早い口調でバーッと読んでいただきましたね。なかなかメモするのが難しい状況でございましたが、まあ、私なりにちょっと、コツコツと質問をさせていただきたいと思います。まあ、この問題におきましては、だいぶ、まあ、いろんな書物を読んだりですとか、情報収集をして勉強をしてきたわけでございますけれども、まあ、ちょっと若干、間違えてる点がございましたら、またご指摘をしていただきたいと思います。まず、質問の1点目と2点目をちょっと合同した形で入らせていただきます。平成26年度の4月から、仮称を町内連絡調整会議ですかね、それを設置して運用に向けた体制を構築するということでございましたけれども、まあ、内閣官房のホームページの中には、制度導入のための各作業には情報システムの改修であるとか、特定情報保護評価の実施、番号利用提供条例の制定とか、個人情報保護条例の改正とかですね、さまざまな関係する課が庁内から洗い出すことが必要であるということが書いてございました。でまたそれらをその番号制度改革関係課というふうに総括をして、総括することができる番号制度の主管課を定めることが望ましいというふうに書いてございました。でその主管課の役割としては、国から提供される番号制度導入に関する情報の連絡窓口にとどまらず、主体的に番号制度導入にかかる作業スケジュールを番号制度関係課に示し、
その進捗状況の管理を行う必要があると。でなおかつその予算計上ですね、いろんな課から多分いろんな予算が必要になってくると思うんですけれども、その回収費用の見積もり等を行うのも、できたらその課がやるのが適当ではないかなというふうに書いてあったと思うのですが、そのようなその総括的な役割をその町、これから、構築される町内連絡調整会議が持たれるのかなということが1点と、でもうすでにですね、番号制度の対応作業を進めている自治体のお話を聞かせていただく機会がございました。でそのお話の中では、専任の部署が今、ないということで、そこの自治体ではですよ、宛名、現在使用している宛名番号整理の時にその消し込むような権限、例えば番号が重なっているような事例があって、それを消し込む権限が大変難しいとしていると。なのでそのやはりある程度のその課に、その専任の課にですね、権限を持たせて行う方がいいというふうなお話を聞かせていただいたのですが、橋本市においては今後その町内の連絡調整会議がそのような権限を持って作業を進めていくおつもりなのですかということを1点目の質問にしたいと思います。企画部長。先ほどから答弁をさせていただきましたように、4月から、調整会議を立ち上げるということでご答弁をさせていただいたわけでございますけれども、すでに国の方はマイナンバー制度についてはいろんな形で説明会等も開催をされておりますし、県の方からもそういう形で情報が参ってきておりまして、本市におきましても、それに対応すべく、まずその情報システムの方がやっぱり、中心的な大きな負担を担うというような形になってきますので、情報推進室の方で現在も中心になって、ハード的な回収、ソフト的な回収についてはすで、にかなりの程度進めております。これは先ほどもご答弁の中でも申し上げましたが、自治体クラウドを本市が先行して取り組んでおるというのは、このマイナンバー制度についてもそれをすることによって、かなりそのシステム回収の負担が軽減されること、それから費用的にも若干の負担が軽減されるということがありましたので、マイナンバーの前に自治体クラウドをまず進めていこうという考え方で、本市としてもやっておりました。でそういうことですので、情報システムの面では、他の自治体に比べれば、その部分でかなり進んでおるんではないかというふうに思いますし、負担も軽減できるんではないかというふうに考えております。そういう意味で先ほど特定情報保護評価の点もご質問いただいたわけですけれども、システム面に関しては情報推進室が中心になって今後も進めていきたいし、現在も取り組んでおるというような状況でございます。それからその主管下の件でございますけれども、企画経営室の方で統合的に市の機構等も所管しておりますので、中心的になって調整を進めておるような状況でして、現在のところ窓口の点に関しては市民課が一番個人情報カードですか、についても交付の窓口となることから、そういう形で市民課、それから企画経営室、情報推進室が中心になって現在取り組んでおるんですけれども、議員ご指摘のとおり、その他の関連業務、特に社会保障の関連業務、それから、条例の関係の整備等もございますので、今後は4月以降はこういうか、調整会議を設けて進めていきたいというふうに考えております。それで、データの重複の削除の件でございますけれども、私もこれ、あんまりこういう部分はっきり分からないところもあったんで、今回ちょっと勉強させていただいたんですけれども、専門用語でなんかデータクレンジングというふうな、言い方をするようでございまして、これは重なっておるような情報について、一元化をして不要な情報については消していくというようなことをシステム上でするような作業のようでございます。それで、これにつきましてはその自治体クラウドを進める中で、すでにその
情報システムを統合するために今進めておる最中でございまして、だからまあ自治体クラウドの段階で一定作業が進んでいくので、マイナンバーの段階ではすでにかなり整理された段階になっているものというふうに考えております。まあ、ただしこの辺につきましても、今後、まあ、国の方からいろんな指示が出てくるだろうと思いますので、それに対応して十分、まあ、取り組んでいきたいというふうに思っておりますが、まあ、そういう意味でもちょっと本市の場合は若干、進んだ状況にあるのかなというふうには考えております。11番土井君。はい、はい、分かりました。まあ、私がちょっとお話を聞かせていただいた自治体がだいぶ政令指定都市的にだいぶ規模の大きい自治体さんのお話を聞かせていただきましたので、人口規模から言うと本当にまあそのデータクレンジング、今部長がおっしゃったデータクレンジングに大層な時間がかかっていて、まあ、難儀しているというようなお話でしたので、まあ、本市のような、まあ、7万ぐらいのでしたら、まあ、まあ、先行して自治体クラウドに向けても進んでいただいているということでございますので、まあ、問題はなく進んでいけるのかなという お答えでございましたので、少し安心をいたしました。はい、それでは3番目ですね、3番目の問題に入らせていただきます。まあ、平成26年の10月より自治体クラウドシステムに、まあ、切り替えていっていただけるということで、まあ、私確か、平成23年の12月の議会で、情報セキュリティについて質問をいたしましたときに、最後に、理事のご答弁がございまして、今後はその情報セキュリティも含めて自治体のクラウド化に向けて順次進めていきたいというお答えをいただきまして、やっとまあこの26年の10月にそのクラウド化が実現するんだなというふうに思っているわけですけれども、ちょうどまあ番号制度を導入するにあたり、クラウド化を進めていくということで、多分、ま、和歌山県の市の中では初めてクラウド化をされるのではないかなというふうに思ってるんですけれども、そのクラウド化をするにあたってのメリットというのがね、あればちょっと教えていただきたいんですけれども。企画部長。まあ、自治体クラウドにつきましては、以前から議会でもご質問いただいた中でご答弁をさせていただいておるわけでございますけれども、まあ、メリットにつきましては、もちろんその経費の関係でそれぞれバラバラなシステム運用がされておる部分について今度は、統合した形でそれもクラウドシステムとして、本市に、ハード的なサーバー等を置く必要がなくなった中で、まあ、通信回線を利用して統合的な運用がされるというメリットがございます。その点で費用負担につきましても、年間5000万程度、ちょっと金額をはっきり申し訳ないので申し訳ございませんけれども、かなり、まあ、費用が年間1億、年間1億弱削減ができるというふうな試算をしておるところでございます。それから、まあ、先ほども申し上げましたようにその番号制度を見据えた中で自治体クラウドも進めてきたということがございまして、そのこれからそのシステム改修、それぞれのシステムを改修、番号制度に向けてシステム改修をするとなりますと、その施工業者の方でシステムエンジニアが、取り合いというような状況になりつつあります。そういう中で、クラウドにすることによって それから、まあ、うちの場合先行して契約もしておりますので、それについては、まあ、遅れることがないような状況でいけるのではないかというふうに思っておりまして、まあ、その辺の安心感があるのではないかというふうに考えております。まあ、実際クラウドに特にその番号制度導入に関するメリットというところでは大きく言いまして、現在考えているのは以上のような状況です。11番土井君。はい、ありがとうございます。そうですね、おっしゃる通りに私がまあ心配していたのは、一斉に平成28年の
導入が、まあ、全国的に一斉になるわけで、その時までに、まあ、言うたらシステムエンジニアさんを確保しておかないとですね、遅れているそのシステムエンジニアの確保ができないよというようなお話もございましたので、まあ、本市においてはこのシステムエンジニアさんの確保をどのようにお考えになっているのかなっていうことも含めて、まあ、質問をさせていただいたわけでございまして、まあまあ、大丈夫やというお答えをいただきましたので、これも大変安心をいたしました。それでは4点目でございます。番号通知作業が今後進んでいくわけでございますけれども、まあ、これはその個人に対する番号通知は国から委託を受けた地方公共団体システム機構というところが、郵送なりをして行うわけですけれども、まあ、個人にですね、その、まあ、住所に届けるわけですが、個人に直接通知が、まあ、届かない場合も出てくるのではないかなと思うわけです。でそうする場合とか、それから、まあまあ、いろんな事情がある、例えば、まあ、DV を受けてらっしゃる方であれば、その一応、戸籍上には一緒の家族になっているけれども、ちょっと、まあ、どこか違う場所に住んでいらっしゃる場合もあるかと思うんですけれども、そういう、まあ、何らかの理由によって、本人の手元にその通知が届かないときっていうのがあると思うんですけれども、そういう場合はどのようにされるのでしょうか。企画部長。まず番号通知させていただくについて、これは、まあ現在のところ住民票に記載された住所へ送らせていただくということになっております。そういう中で、まあ、議員ご指摘の点も起こりうる可能性がある問題であるというふうには考えております。それで、まあ、国の方でもこの法案審議の中でそういう点がいろいろと議論になったようでございまして、とりあえずは、まあ、実態に即した届け出をしてもらうのが原則であるという国の方でも回答になっておるようでございますけれども、まあ、議員ご指摘のような、DV 等でその住所を秘匿しなければならない住民の方ももちろんいらっしゃるわけでございまして、これが漏れるということは、まあ、大変なことにつながってくるということもございますので、その辺については、国の方で今後、まあ、検討した中で、指示を出してまいりたいというような現在のところ答弁になっておるようです。ただし、まあ、市の方でも今考えられますのは、もちろんその住所は秘匿したまま、現住所地は、まあ、いろんな、まあ、DV 等でもそれぞれの社会保障の給付を受けられておったり、まあ、子どもさまの学校の点があったりして、住所を一応掴んでおるというような状況もございますんで、国の指導を待ちながら、まあ、そういうことも含めた中で、まあ、外に漏れることなく通知をさせていただける方法が今後検討しなければならないかなというふうには考えております。11番土井君。はい、まあまあ、これは市単独でどうのこうのっていう問題ではなくって、まあ、国の方でしっかりと対応を検討していただく必要があると思うんですけれども、まあまあ、そういうことをあまり考慮に入れないで、まあ、送ってしいただいてしまうと問題も起こりうるので、またその、まあ、いいアイデアがあればですね、国に、地方の方から声を上げていっていただくような形も取っていただきたいと思います。まあ、これは国の対応を待たないと仕方がないっていう、そういうことですね。はい、それでは6点目でございます。これもちょっとわからないんですが、まあ、安心安全の確保という状況の中で、先ほど部長のご答弁の中にもあったと思うんですが、特定個人情報保護評価っていうのがこれをするにあたって必要になってくるというふうに、まあ、いろんな内閣府っていうんですか、政府からの準備段階の中で、書かれているんですけれども、この評価制度っていうのを導入するにあたって、本市ではどのように考えていらっしゃるのかっていうのをお答えいただけますか。その別の機関っていうのを作るということなんでしょうか。企画部長。
個人情報の保護に関しましては、本市におきましても個人情報保護条例がございますので、それを改正した中で、個人番号通知に対応していきたいというふうには考えております。ただしそのシステム上の問題点につきましては、先ほどから出ております特定個人情報保護の評価という形で、これは国に届け出をさせていただきまして、評価書を出させていただきまして、国の方でも個人情報保護委員会という名前だったかと思うんですけど、新たな組織を立ち上げられまして、十分その情報漏れのないようなシステムであるかどうかというのをきちっと検証して、承認を出すというような手続きをするようでございまして、そこで認められないような組織、手続き、それからそのシステムであると、個人番号通知は、個人番号通知、それから個人番号の利用も含めて、そのシステム的な利用は、その地方公共団体にはさせないというようなことであろうというふうに考えておりまして、まずこの制度を進めていくには、それをクリアしなければならないというふうに考えております。でその点につきましては、十分なそういうシステムを、特にクラウドで今回はやりますので、まず間違いなくクリアできるのではないかというふうに思っております。ただし、そのシステム上の問題点もございますけども、人的な問題で情報漏れが起こることというのは、よくあることでございまして、それを防ぐためには、国の方でも今回かなり罰則を強化されて、するようでございますけれども、それとともに、本市におきましても十分その研修制度をきっちりと進めていきまして、こういうことの起こらないように、特に人的側面のところについては、十分対応できるような体制づくりをしていきたいというふうに考えております。11番土井君。はい、もう最後の8番の情報漏洩の問題のところまでの答えもいただいたように思ってしまいますが、6番目のですね、その6番目と7番目の私が書かせていただいた独自利用と利便性っていうことはちょっと一緒になってしまったので、6番目と7番目の質問をちょっと一緒にさせていただきたいんですけれども、午前中にも同僚議員の方から質問があったその一元化がされるということで、町内での一元化、橋本市の中での一元化ができるということで、おそらく、先ほどの納税の部分についてもより早く進められることになるのではないかなと思うんですけれども、例えばその行政の中でこのマイナンバーが導入されますと、いろいろな市民の皆様方にとっての利便性が向上することがあると思います。でその中に独自利用というのもあるんですけれども、例えば、マルチカードですかね、マルチカードというのは 何にでも使えるカード、コンビニ交付もそれに入っていると思うんですけれども、コンビニで証明書が発行できるであるとか、図書館であるとか、公共施設がそのカードで利用できることであるとか、それからインターネットを使って、事前に自分がこれから証明書が欲しいとか、いろんな手続きをする段階で、事前に手続きをすることであるとか、市民ポータルって言って、そのお知らせを市民が郵送で送られてくるのではなくて、インターネットを通じて送られて、個人に情報が送られてくるというような、そういう独自利用というのが注目されているわけですけれども、それを今後研究していくということでございましたが、そういうのをぜひ活用していただきたいと思います。それとその行政においては総合窓口サービスというのがあるんですけれども、ぜひともこの導入に際しては総合窓口サービスの実現化をしていただきたいんですけれども、その辺のところは今後積極的にスピード感を持って進めていただくことはできますか。たくさん言いましたが、総合窓口サービスと、コンビニ交付についてはどのようにお考えでしょうか。企画部長。この番号通、番号個人番号個人
番号に関しましては、個人番号制度に関しましては、まずその税、それから社会保障ということが基本的な、それから防災、これについても国の主要な業務の範囲、このことのために今度マイナンバー制度を導入していくんだということでございますので、この3つの点についてはまあ基本的な点でございますので、きちっとした形で、対応できるように、進めていかなければならないというふうに考えております。そしてさらに、まあ、独自利用ということで、ご質問をいただいたわけでございますが、まあ、これ、番号カードにつきましては IC チップが入っておりまして、その領域がまだかなりその個人番号コードのみでは余っておるようでございまして、まあ、これも使えるようになるというようなことを国の方から示されておるところでございます。私もその独自利用につきましては今後その国の方から政省令等でこういうことはしてもいいですよとかっていうようなことを示してくるとともに、市独自でやる場合はもちろんその条例化をいたしましてこういうことをすることについて、議会の方でもご審議をいただいて、それについてご承認を得ながら進めていくという形になろうかと思います。それで、まあ、挙げられておりましたコンビニの交付につきましては、これは、まあ、以前から課題になっておったわけでございますけれども、今度のこのマイナンバー制度によって、システム上の基盤は、かなり、まあ、進んできたということになりますので、今までそのなかなか導入できなかった点について、これによってかなり導入に対するハードルは低くなったというふうに考えておりますので、まあ、ぜひともこれはまあ実現をしていきたいなというふうに考えております。まあ、本市のまあ現在は、自動交付機で交付しておるものについても自動交付機も耐用年数が参っておりますの参ってきますので、その時点ぐらいを目標に、できるだけまあコンビニ交付に切り替えられるものは切り替えていきたいというふうには考えておるところです。それからまあ総合窓口の件でございますけれども、これにつきましてもまあそのシステム的なハードルというのはかなり下がってくるのはまあ、ご指摘のとおりでございまして、基盤は整うわけでございますけれども、まあ、総合窓口については、まあ、以前からこれはもう検討事項でございまして、やろうかということでかなり、検討した時期もあるんですけれども、その総合窓口に来ていただいただけで、市民の皆様方のそのサービスがそこで完結する形にできるかどうかというところが問題でして、まあ、そこでワンストップでもう完結するんであればそれはまあ、ご負担が少なくなるということでいい話であるんですけども、ちょっと細かいことになってきますとそれぞれの担当課でないとということも出てくるわけでございます。その辺を、まあ、以前にもかなり検討したわけなんですけどもなかなかその点がございまして踏み切れなかったということがございます。まあ、今後これについてもまあその辺も含めまして、後ほどのまあ質問もいただいておるんですけども、実は HMP48 の中でもそのことについて、一つのプロジェクトとして研究しておるグループがございますので、まあ、その中でも十分検討していきたいというふうに考えております。11番土井君。はい、そうですね、後の HMP48の中にもこの総合窓口の実現っていうようなプロジェクトがあったかと思うので、まあ、ぜひともその番号制度導入にあたってですねやはりその行政内の業務の効率化だけでなく市民の方の利便性というのも第一に考えていただいてなんとか実現に向けて進んでいっていただきたいなと思います。ちょっと参考までに、現在福岡県の粕屋町というところがございまして、これは人口4万2千人ぐらいの町なんですけれども、ここが、総合窓口、サービス、インテリジェント型総合窓口ということで、先進的にやっていらっしゃいますので、ま、資料を読ませていただくと、大変素晴らしい取り組みでございます。またこういうところも今後参考にされて導入に向けて前進していっていただきたいと思います。他は福祉
保健総合相談室っていうのを取り組んでいるところは神奈川県の藤沢市であるとかで、防災のこともおっしゃっておりましたが、被災者台帳っていうのを兵庫県の西宮市で作っておられますし、これは前も私防災のところで質問したと思うんですけれども、そういうところでこの導入をされている自治体ももう実際にございますので、そういうところを参考にしていただいて、市民の方の利便性の向上を図っていただきたいと思います。でもう一点ですが、そのマイポータルという言葉が出てまいりました。そのマイポータルっていうのは個人用の、ウェブサイトで、個人が自宅のパソコンで社会保障とかの行政サービスに関する情報を受け取ることができるシステムがこのマイナンバー制度によって導入されるっていうことなんですが、例えば高齢者の方であるとか、それからパソコンが家になくってインターネット環境にない方とかっていうのがいらっしゃると思うんです。いわゆる情報弱者って言われている方々なんですが、その方たちへの対応っていうのは本市としては、国からもある程度情報が来ているかなと思うんですが、本市としてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。企画部長。議員ご指摘の点につきましても、国の議案の審議の中でもいろいろと議論があったようでございまして、そのマイポータルウェブサイト自体はこれは国で作成いたしますので、本市がどうこうという形にはならないかと思いますけれども、その高齢者の方でありますとか、ちょっと障害者の方まで、書いてあったかどうかは記憶が定かでないんですけれども、本来的にはその障害者対応も必要であろうかというふうに思いますし、使いやすい形でのウェブサイトにしなければならないという認識は国の方も持っておるようでございます。それからそのパソコンのない方の対応につきましては、これは国の方も公的機関にインターネット端末をというような形で対応をしたいということで考えておるようでございまして、本市の場合も以前からインターネット端末をそれぞれ公民館でありますとか市役所でありますとかにも置いてあるわけですけども、残念ながらちょっと現在のところ利用はあんまりいただいてないのかなというふうには考えますけども、今後必然的にこの必要性が高まってくるかとは思われますので、きちんとした形でまた再度整備を考えていきたいというふうには考えております。以上のようなところでございます。11番土井君。はい、それでは最後の質問です。情報漏洩の危険性と対応策についてですけれども、実際も導入されている国が多数ございます。韓国、しかしながらその韓国とかアメリカでの情報漏洩による犯罪っていうのような報道がいろいろされておりますので、多分その市民の方々に、おかれましては、その不安感というのがだいぶあるように感じております。個人カード、個人番号カード、IC チップ付きの個人番号カードが発行されるということなんですけれども、例えばですね、その IC カードの中に、いろんな、プライバシー性の高い個人情報が入るのではないかなというような誤解が生まれていると思うんですね。4情報、住基ネットの4情報しか多分入らないと思うんですけれども、それとかですね、その先ほど、一元管理って申し上げましたが、その行政内の中では一元管理ができますが、その市民の皆様方の中にはその政府が一つのある機関でですね、一括していろんなそのプライバシー関係の情報を集めて一元管理をするのではないかなというようないろいろな誤解を生じている部分があると思うんです。でまだまだその市民の方々には不安感がこの番号制の導入に向けてはあると思うのですが、今後やはり市としても、導入にあたってのプロセスの中でその市民の方々への広報活動というのが大切になると考えますけれども、その辺の広報活動についてはどのようにお考えですか。企画部長。個人情報漏洩の問題に関しては
先ほどことを明させていただいた点もございますし、議員の方からご指摘いただいた通りでございます。で、まあ、IC チップに入るのは文言情報のみでございますし、分散管理という形で、それぞれの税情報でありますとか、社会保障給付の情報でありますとかは別々に管理するわけでございまして、これは一個のも統合的なデータベースを持って管理しておって、そこから漏れると全部漏れるというようなシステム設計にはなっておりません。それから情報のそのあと紹介応答のところについても厳重なまあセキュリティということで暗号化をした情報のやり取り等もするという予定になっておるようでございますので、まあ最新の技術にのっとった形で、国の方で進めていただくのではないかというふうに考えております。それで、まあ、広報活動の点でございますけれども、この点につきましては、とりあえずその窓口、今度その一番初めにその窓口、個人カードの窓口交付のところが一応一番のポイントになってくるかとは思います。でその時点までに、この個人情報制度がどういうものであるかということにつきましては、国の方でもかなりの広報をされるようでございますけれども、本質といたしましてもできるだけホームページ等にその国の情報が見ていただけるような形でリンクを貼ると、それからまあ独自の広報活動もさせていただきたいというふうに考えておりますので、まあとりあえずそのできるだけまあカード交付の時点で大体の流れといいますか、そういうことについても、まあ、市民の方に知っていただけるようなことまで進めていくのが、まあ、必要ではないかというふうには考えております。11番土井君。はい、ちょっと時間がないのですいません、急ぎますが、まあいろんなこれから広報活動をしていただくことが大切であると思いますし、情報セキュリティの精度を上げていただいて、最新の技術等を導入されていかれるのは本当に大変結構なんですけれども、まあ、いかんせんそれを操作するのは人ですので、やっぱり人的なミスとか、それから個人がその人が不正利用をしようと思えばね、いくらでも不正利用できますので、先ほどのまあご答弁の中でも、その人的なその研修ですか、そういうことも部長のご答弁いただきましたので、まあ、少し安心しているわけですけれども、まあ今後それを個人情報等を扱う人の意識とかですね、スキルの向上をきっちりと大切にしながら、研修も含めてやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。一つ目の質問はこれで終わります。次に質問項目に、橋本まちづくりプロジェクトに関する質問に対する答弁を求めます。企画部長。HMP48 橋本まちづくりプロジェクトについてのご質問にお答えします。まずこの HMP48 の HMP とは、 H は橋本、 M はまちづくり、 P はプロジェクト、それぞれのアルファベットの頭文字からなっています。48はまちづくりにつながる4つの柱に8つのプロジェクトという意味です。次に HMP48 結成の背景ですが、遡ること6年前に平成20年度から10年間のまちづくりの羅針盤である長期総合計画を策定し、昨年度前期5年の歩みを検証した上で、今後のまちづくりのあるべき姿を後期基本計画にまとめました。本市は現在主要な政策である企業誘致による雇用の創出、子育て環境の充実、健康長寿社会の実現などさまざまな施策を推進しています。これから先においても、この町に住んでよかった、この町に住みたいと思える町づくりに取り組み続ける必要があると考えます。しかしその一方で、人口減少や税収等の落ち込みなど、今後しばらくの間非常に厳しい行財政運営を強いられることになり、加えて合併後10年目の平成28年度より段階的に普通交付税が削減されます。このような状況を踏まえた上で、後期基本計画は人や企業に選ばれる町づくりと、それを可能にする持続可能な行財政運営を両輪とし、これに対応した施策を展開していく必要があるとしています。
その意味で特に平成25年度から27年度までの3年間は行政組織の体質改善の準備期間として重要な意味を持っています。 HMP48 の活動はこの後期基本計画を達成するために4つの柱を設けて8つの分野で具体的な提案を行っていこうとする取り組みであり、今後のまちづくりの提案とそれを補う財源の確保について期間を最長3年に限定し今年度からスタートしました。平成25年度は6つのプロジェクトに取り組むこととし、その募集には67名の職員の参加があり、平均年齢33歳と若い年齢層の構成で昨年5月31日キックオフすることができました。6月からは月1回の定例チームミーティングを11月までの計6回開催し、チームによっては学識経験者を招いた研修会の開催や先進自治体への視察研修等それぞれの目的達成のための活動を重ねてきました。12月には半年間の活動報告として市長、副長、教育長をはじめ橋本市のまちづくりに関する町内検討委員会委員である経営幹部に対しプレゼンテーションを実施しました。持ち時間50分のプレゼンは各チームの取り組みの成果とともに職員の持ち味が十分生かされた特色ある内容となり、審査員からもおおむね高評価を得た次第です。プレゼンでの提案内容は平成26年度での具体的な取り組みと活動ごとにかかる予算として取りまとめ、橋本市のまちづくりに関する町内検討委員会において審査されました。次年度において認められた取り組みは平成26年度当初予算に計上させていただいております。今年度の各チームの活動については現在活動報告として取りまとめを行っており、その内容は3月中にホームページで公開する予定です。ホームページでの公開により、まずは HMP48 の活動を広く市民の皆さんに知っていただくことでアイデアの共有、さらには今後のまちづくりに関して市民と行政双方向による活発な情報交換や活動につなげていけるもの、つなげていけるよう今後の取り組みを進めていきたいと考えています。11番土井君、再質問ありますか。11番土井君。はい、すみません、ちょっと時間があまりないので本来はそれぞれのプロジェクトの、その発表されたのを細かく聞きたかったのですが、ちょっと時間がございませんので、その3月に取りまとめされたのをホームページに載せていただくということで、まあ、それをじっくりと見させていただきたいと思うのですが、まあ、資料を割と読ませていただきますと、実際、まあ、庁舎の、その行政の中だけでの、その取り組みっていうのもあるんですけれども、まちづくりとか観光面においてはやはり市民の人を巻き込んだ形でこれ今後取り組んでいかないといけないような大変素晴らしいアイデアがこの中にあふれているように思います。で、実際もう市民の人がから動いているようなプロジェクトもあるように感じてるんですけれども、まあ、ホームページに公表されて、まあ、たまたまその同じ考えを持った取り組みを市民の方がされている場合ですね、そういう場合はどのようにそのプロジェクトに関してはされるんでしょうか。企画経営室長。まあ、3月中をめどに、まあ、今年度の活動について、まあ、ホームページの方で、こうする、まあ、こういうふうに現在計画しております。そして、まあ、その中で、まあ、市民の、まあ、この活動に対して、市民の方からも意見をいただきたいというふうに、まあ、考えているところです。で、まあ、その中で、まあ、今議員小田田氏の、同じような考え方を持った方あるいは、まあ、団体がおられた場合、まあ、どういうふうに市として対応するのかということなんですけども、まあ基本的にまあこの HMP48 というのはどちらかというとまあ中長期的な視点でこのまちづくりというのを考えていこうというまあそういう取り組みの中で始めており、まあすぐに我々の考え方と市民の考え方の意見が一致をしたということで、
すぐにまあ動ける場合とそうでない場合もまあ、あるんですけども、まあ、今後そのいう方からの意見もいただいた中でですね、取り組めるものについてはいろいろ検討した上で、まあ、場合によっては必要な予算を上げていくということも考えていきたいというふうには考えております。以上です。11番土井君。はい、資料を見せていただいた割と具体的にね、いろんな活動内容が、書かれておりましたので、例えばもう実際にそれを動き出してやっていらっしゃる団体なんかがあった場合ですね、必ずそのホームページにそういうふうな項目を上げますと、じゃあ自分とここれやってるんだから行政も同じように考えてるんやったら何らかの形でタイアップしようよとかですね、そういうのが絶対出てくると思うんですね。だからいやいやまだ予算がつかないのでとか、時間がまだもう少しかかりますというような対応ではね、やっぱりいけないと思いますので、まあ、3月にそうやってホームページに上げていただく以上は、今後もしも同じような考えを持ったその市民の方、それから団体の方がいらっしゃる場合の対応というのをやっぱりきっちり考えた上で出していただかないと、出しただけで行政は何もしてくれへんやないかというようなことにもなりかねませんし、具体的にどのようにその対応していくのかということを考えていっていただきたいと思うんです。まあ、その有志がやっていらっしゃいますので、とってもいいプロジェクトだと思いますので、ぜひともこれを効果的に活用していただいて、これこそが市民と行政との共同という観点になると思いますので、その辺のところをもう少し、実行されて、素早い対応をしていただきたいと思いますが、いかがですか。企画部長。まあ、議員にかなり詳しく中身を検討していただいたようでございますけれども、このプロジェクトで発案しました内容につきましては、かなり大きな話から小さな、まあ、改善までさまざまなことがございます。それで、まあ、市民の皆さんにも参加していただけるようなプロジェクトという形のものについては、かなり、その政策としての幅の広さもございますし、予算もかなり伴うものなんではないかというふうに、まあ、議員が見られたのは どのところか分かりませんけれども、私の方では判断しておるわけでございまして、かなり大規模なもう政策として取り組まなければならないようなものにつきましては、現在は、まあ、単なる案の段階でございますけれども、市民の皆様のニーズも考えまして、それを本格的な政策として取り組んでいくということになりますと、これは、まあ、予算の点もございますし、スピードアップということでご提言をいただきましたですけれども、そういうことを意識しながら、まあ、できるかできないかも含めて、きちっとした形でもその着実にできるような格好で取り組んでいきたいというふうに思いますので、まあ、その説はまた適切なご助言もいただけたらというふうに思います。11番土井君。はい、この取り組みは本当に素晴らしい取り組みで、内容も大変素晴らしい。さすがにその有志の方々、平均年齢33歳ですか、67名の方が集まって、多分まあ仕事終わってからの超過勤務っていうのかな、放課後じゃなくて仕事の後のお疲れの体の中でやっていただいた素晴らしい取り組みであると思いますので、まあ、宝の持ち腐れにならないように、これを十分に今後の行政の方に生かしていただきたいと思います。そしてまた市民との共同を実際に実現していただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。これで私の質問を終わります。11番土井君の一般質問は終わりました。この際午後2時15分まで休憩いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。順番5、1番松浦君。今議会において私は次の3点について質問いたします。第1、なぜ生徒、保護者、教師の悲鳴は届かないのか。第2、ろう者、中途失調者、難聴者が受診する際における問題点の改善について。第3に、市民運動公園前の道路と京奈和自動車道の側道との交差点に信号機の設置を求める強い働きかけを。以上であります。まず第一の、何故に生徒、保護者、教師の悲鳴は市当局に届かないのかについて質問いたします。授業中生徒が教室を出入りする、騒ぐ、暴言を吐く、教師はなすすべがない等で授業が正常に成立していない学校があるという。市当局はこの事実を正確に把握しておられるのか。学校、生徒、保護者の求めを理解しておられるのか、甚だ疑問であります。一体市当局は正常な授業を確保する気があるのか、あるいはないのかと。ないならその理由を、あるなら今誰が何をすべきだと考えておられるのか、的確にお答え願いたい。学校や教育委員会が手をこまねいていたというのではなく、精一杯頑張ってきてくださったことは十分理解いたします。しかし前述のような厳しい実態もあることが事実であります。もっと目に見える効果的な対策が取られてしかるべきであると考えます。次に、ろう者、中途失調者、難聴者が受診する際における問題点の改善について伺います。1、ろう者、中途失調者、難聴者の方々が診察を受ける場合に自分の説明が正確に理解してもらっているのか、また医師や看護師の説明を自分が正確に理解できているか、大きな不安があると伺っております。手話、筆談、要約筆記等を活用することによってこの不安を緩和して、これらの方々がより適切な医療を受けることができるような環境を整備する必要があると思います。この点について市民病院はどのような考えを持っておられるのかを伺います。最後に、市民運動公園前の側道の交差点に信号機を設置することについて、当該場所付近では交通事故が頻繁に発生しているので信号機の設置が必要であると考えます。信号機を設置する要件として一定の交通量が必要とされておりますが、交通事故防止という信号機設置の趣旨からは、交通事故の頻度こそ重要であります。市当局はこの点を強調して、県公安委員会及び関係各方面に強力に働きかけていただきと思います。1番松浦君の質問項目1、生徒、保護者、教師の悲鳴になぜ答えないのかとの質問に対する答弁を求めます。教育長。
市当局は生徒、保護者、教師の氏名に答えないのかとのご質問にお答えします。教育委員会は学校の現状について定期の学校訪問、総合的な学習の時間とテーマ設定した学校訪問、人事関係の学校訪問、学校からの要請訪問とそれぞれの担当指導主義が学校を訪問するとともに協議の場を持ち学校の現状把握に努めています。また校長とのヒアリングを通した現状把握も行っています。その中で議員ご指摘の生徒指導上の課題についても教育委員会として把握しているところです。各学校において教職員がその課題に対し組織的に取り組むことにより改善が見られるものの遺伝課題を残している学校があるのも事実です。12月市議会一般質問において各学校においては児童生徒の発達に関わる課題、いじめ、虐待、問題行動、不登校、家庭の教育力等さまざまな課題が山積みしています。学校だけでは解決が難しいケースが増えている現状です。このような課題に対し教育相談センター、スクールカウンセラー、子ども課、青少年センター、学校教育課、ケースによっては和歌山県子ども女性障害者センターの協力も得てそれぞれの機関の専門性を生かした連携を大切にしながら学校が中心となって課題解決に当たっています。スクールサポート事業についてもこれらの解決手段の一つとして効果的に機能する場合には取り入れていきたいと考えていますと答弁させていただいたように、学校長と協議を行い学校を支援する人的配置について準備を進めています。学校に対し教員の定数配置に加え、加配教員、県および市の非常勤講師、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、そして平成25年度から取り組んでいるスクールサポーターと、学校の課題解決に効果が期待できる配置を考え、各学校の取り組みの充実を図ってまいります。企画部長。教育長のご答弁のとおり、学校現場において議員ご指摘の生徒指導上の課題に対しそれぞれのケースに応じて教職員をはじめ学校全体で組織的な取り組みを推進されていることは認識しているところです。その対策の一環として今年度よりスクールサポーター事業を予算化していますが、市長部局としましても学校の教育課題解決に向けた取り組みに対する効果を期待し引き続き必要な支援を行っていきたいと考えています。一番松浦君、再質問ありますか。一番松浦君。はい、それでは1回目の再質問ですが、教育委員会あるいは市当局も今年からスクールサポーターの制度を導入していただきまして、それなりの効果はあると私も大変ありがたいことであると思っております。にもかかわらず、やっぱり私が先ほど申し上げたような現実があるということに対して、本当にこう有効な手を打っていただいているとは評価しがたいんで、現在あるいろんな制度をフル活用して、それで誠心誠意、頑張っていただいているということは評価し大変感謝しますけれども、現実に
巻いてると。で、校長先生、教頭先生や普通の先生方で、また保護者、生徒、そういう方の声を聞けば、まだまだ問題があると。とてもその生徒、教師、みんな元気で生き生きと学校生活を送ると、充実した学校生活を送るということには程遠い状態だということを私は直接伺っております。そこである、中学校ではスクールサポーター制度を導入してもらって、で週2日、この2日間は大変助かっておるけれども、あと3日何とかしてもらわないだろうか。で、2日来てくれてる間は先生方も非常に心身ともにこう余計な緊張しないで生徒指導に没頭できる、エネルギーを集中できる。しかしあと3日来てくれない時には非常にみんな緊張している。そして子どもたちもビクビクしているというような状態があると伺っております。で、生徒、私のところへ母親と息子が来て、それで授業を聞こえないんだという話をしてくれまして、授業を聞こえないって、そのお方の耳悪いかと私思って聞き直したら、そうじゃなくって、授業がやかましくて聞こえない。これで1年辛抱したけれども、もう2年目からはたまらんと。学校の授業が聞こえなくてもお金があって塾へ行けたらいいんだけれども、うちはそういう余裕はないんだ。学校の授業だけは頼りだ。なんとかして授業を聞ける授業をやってもらえないか。そういう切実な思いで半分泣きながらお母さんは訴えておられましたよ。あるいはまた別の人が電話かかってきまして、これは保護者なんですけども、やっぱり大変だ、スクールサポーターが追ってくれない日には大変だ、わんわん騒いでも、授業中どうなっても、子供ですよ、どうなっても先生がなすすべなくマイペースで授業を進めていると。で、そういう話聞きましてね、これじゃ学校の体をなしてないんじゃないかと、私はそのように判断しております。で、それで再三お願いしているんですけども、スクールサポーター、これをぜひとも1週間常駐していただくことをお願いしたい。で、このサポーターの制度を聞いて、教育委員会が他に必要な学校はありませんかと手を挙げてくださいと言ったら、別の中学校がうちもぜひ頼むと、そうでなかったらちゃんとした授業できないと、そういうことなんですよ。そういうことで日本の未来を背負って立つね、若者、子供にね、立派な教育を与えて成長してもらえますか。やっぱりどこで、どの学校へ行っても、きちんとした授業を受けられて、ある一定の水準の授業を受けられて、国民の基礎としての教養を身につけると。これがどこへ行っても保障されるべきでね、ある学校で私は地域行かんなんから、これ具合悪いと、あっち行ったらよかったけども行けないと、そういうことでは教育としての機能を果たさないと、義務教育としての機能を果たさないと、市民に申し訳ない、私はそういう意思でこういう質問をさせていただいております。いかがでしょうか。教育長、子どもの生育歴
あるいは家庭環境の激変、さまざまな状況の中で子どもがストレスを抱えて大変なになる時期ございます。そんな時やっぱり教室で座って静かに授業を受けるっていうことが困難な児童生徒も現れてくるのが事実です。そんな時学校は今基本的に担任一人でその子に関わるっていう、そういう関わり方からいわゆる学校全体でその子の課題を見つめてしっかりその子の根っこから変えていくような取り組み展開していただいてございます。一時的にしんどい時もございましたけれども、学校の組織力がアップする中で学校の状況が改善する歩みを続けていただいているというのが現状です。しかしまだまだ課題もございます。そんな中で学校のいわゆる授業が正常にできるような教員配置、市の非常勤講師の加配、あるいは県の生徒指導の加配であるとか、さまざまな課題を要望する中で複数で課題のある学級の指導をできる体制づくりに努めてございます。そんな中で平成25年度スクールサポーター導入させていただいた中でさまざまな効果も現れてきているのも事実です。今学校に必要なことは地域あるいは保護者、さまざまな専門性を持った方々にご支援いただく中で正常化に努めていく、子どもたち一人一人の発達を促していく、そういう取り組みに大事にしているところですので、スクールサポーターの事業についても今後まあ充実させていけたらと思っておりますので、またさまざまな形でご支援いただけたらありがたいと思います。一番松浦君。それでは今財政当局からは企画部長を通じて支援すると、財政的には支援するというお話がいただきましたんで、教育部長さん確認のために伺います。今2校からスクールサポーターぜひということで手を挙がっているんで、その辺のところもう一回協議していただきまして、それで必要とあらば弾力的にその辺を実現していけるような形を取っていきたいと私は思うんですけども、いかがでしょうか。教育長。学校と十分協議しまして、そのスクールサポーターの配置が効果的な実践につながって子どもの改善につながるんであれば、前向きに検討させていただきたいと思ってございます。一番松浦君。はい、ありがとうございます。そしてそれを前提としましたら、元警察官というのは橋本市民の中にも大勢おられまして、で大阪府警の退職された方も何百人でおられるんで、その中で青少年の育成に指導に関わってこられた、実績も挙げられた方も、ね、大勢おられますんで、和歌山県警に限らないで人がいないということではなしにおりますんでね、しかも橋本市民でおりますんで、その辺の方々のご協力も得ていただけたらありがたいんですけども、いかがでしょうか。教育長。はい、今当たっている方もいらっしゃるんですけれども、そういう方も含めて子どもの前に立っていただくにふさわしい人については考えていきたいと思います。一番松浦君。はい、ありがとうございます。それでは一番これぐらいにして二番の答弁をお願いします。次に質問項目に受信時の手話通訳と筆談に関する質問に対する答弁を求めます。健康福祉部長。ろう話者等が受診する際の手話通訳等についてお答えします。
現在本市においてはコミュニケーション支援事業として手話通訳等に取り組んでいます。手話通訳者は専任で1名、事務職員と兼務で1名の合計2名が常勤しており、登録手話通訳者15名、登録手話方針7名、登録要約筆記方針8名で対応しています。平成24年度において町内での対応は720件、町外への派遣は774件となっています。派遣先として医療受診が最も多く 64% を占め、続いて日常生活全般の派遣は 7.6%、 会議や大会等 7.0%、 教育 5.3% となっています。現在病気や事故等やむを得ない場合を除いて7日前までに派遣依頼申請書を出し提出していただき、ほとんどすべての派遣依頼に対応させていただいています。お尋ねの橋本市民病院への手話通訳の派遣は平成24年度には86件、25年度は1月末までにすでに140件となっています。ただ手話のわからない中途失調者等については要約筆記方針の派遣も行っていますが、現在のところ受診の際の派遣依頼はありません。この状況は対象者の高齢化により医療受診が増え、医療の高度化により検査手術等の回数が増えていることによると考えられています。そのため手話通訳等の役目はますます増大すると考えられ、市民病院とも十分連携し、患者が不安に陥ることのないよう手話通訳者要約筆記方針の派遣の充実及びその育成について取り組んでまいります。病院事務局長。それでは続きまして、ろう者等が受診した際の手話通訳及び筆談についてお答えいたします。当院ではろう者等が来院された場合、診療ファイルにシールを貼り、患者様がろう者等であることを各部署の職員が分かるようにし、受付、診察、治療等に対応しております。対応方法としては、先に健康福祉部長より答弁がありました通り、福祉課より派遣された手話通訳者を通じ、患者とコミュニケーションを取ることを基本としておりますが、治療等にあたっては、患者に十分な説明をし、理解してもらった上で進めていく必要があるため、筆談も交えながら説明を行っております。緊急時や福祉課より派遣される手話通訳者が同伴でない場合は、筆談で患者様とコミュニケーションを取り、治療等に当たっています。現在当院には医療分野の専門的な手話通訳ができる職員の配置に至っておりませんが、院内で手話サークルを実施するなど、その必要性を感じ、少しずつではありますが取り組みを行っております。ろう者等の患者様にも安心のできる医療を今後も提供できるように、福祉課等と連携を図りながら引き続き対応していきたいと考えていますので、ご理解のほどよろしくお願いします。1番松浦君、再質問ありますか。1番松浦君。はい、ありがとうございます。市当局も病院もこの点に関しましては、それぞれのやり方で連携を取りながらやっていただいているということはよく分かりました。しかし、なかなか意思疎通というのは難しくて、よく私も話聞くんですけども、筆談って言いましても、時間に先生方看護師さんが追われている、でその中で
癖のある字でこう書かれてなかなか読みづらい。それでもこれはあれはとなかなかね聞くのが聞くの遠慮すると、やっぱり一般的な傾向ですけれども、お医者さんは偉いと、あんまりこっちの失礼なこと言うたらよくないんじゃないかと、いろんな配慮が働きまして、で遠慮して聞くべきことも聞けない場面もあるという話で、それでそういう時にはまあ一つは私から の, お願いなんですけども、分かりやすい字で筆談をしていただきたいと、である程度時間をとってやっていただきたいと、でいろんな質問をしやすいような雰囲気を作っていただきたいと、なかなかよく例えられる話なんですけれども、筆談で塩分控えめと言ったら塩を控えたらいいんだと、で醤油とか辛いものはいいんだというようなその誤解っていうかな、そういうことも生じやすい、で醤油とか辛いものはダメだよというような丁寧な方法でご説明をいただけなければなかなか情報量が少ないこういう方々にとっては普通の人が理解できた、分かってる、当然分かってることやろと思うことでもなかなか分かりにくいことがあったりしますので、その辺のところをご配慮をお願いしたいと思います。それから声が小さい、先生とか看護師さんによって声が小さい、聞こえにくいという場面も少なくないと伺っております。でその点も患者さんに寄り添った形での聞き取りや説明等を丁寧にしていただければ大変ありがたいと思いますが、いかがでしょうか。病院事務局長。おっしゃる通りだと思います。早速、院内の会議で今のお言葉をお伝えるようにいたします。1番、松浦君。ありがとうございます。よろしくお願いします。では3番の答弁をお願いします。次に質問項目3、京奈和自動車道側道への信号機設置に関する質問に対する答弁を求めます。建設部長。運動公園前の信号機設置についてお答えします。議員お正しの交差点においては出会い頭による事故が多数発生しており非常に危険であると認識しています。信号機の設置に関してはすでに橋本警察署への要望を行っていますが、残念ながら未だ設置には至っていません。本市といたしましても事故防止対策としてカーブミラーや交差点注意の看板を設置しているところですが、今後も交通量が増加することが予想され、当交差点での事故発生を懸念しています。信号機設置は県公安委員会の判断になりますが、今後とも地元区にもご協力をいただきながら関係機関に強く働きかけ、事故の頻度等も加味し、少しでも早く信号機が設置されるよう要望をしてまいりたいと考えますので、議員各位におかれましてもご理解ご協力をよろしくお願いします。1番松浦君、再質問ありますか。1番、松浦君。当該場所では事故というのはどれぐらい起こっているか把握されていますか。建設部長。
警察の方へ確認しましたところ、平成19年4月から、26年2月上旬までで、27件の事故が発生しております。1番、松浦君。19年4月から26年2月までですか。27件。26年の2月11日までで27件ということですか。ちょっとすみません。建設部長。失礼いたしました。平成19年4月から平成26年2月の上旬と申し上げました。一応確認した時点では2月の5日でございました。1番松浦君。これは警察が認識した数ですかね。この何倍な、現実の話としてはこの何倍もね、事故があるような感覚です。事故があって、まあ、大した事故じゃなかったら警察の認識までも至らないかも分からないんですけども、出会い頭とかいうこと結構ありましてね、本当に何日、1週間に1回とか10日に1回ぐらいの割合であるような感じを私たち地元としては受けてるんですけどね。それで地元の協力といいますか、地元の方は危険だということをよくもう分かってますんで、地元以外の人が事故に遭われることが多いと思います。それで地元の協力って言われましたけれども、市が地元と考えてね、積極的に働きかけていただきたいと思います。で、市の見通しとしてはだいたいいつ頃つけてもらえるような感じを持っておりますか。建設部長。まず地元の協力もいただきながらっていうのは、警察等への要望等につきましても地元の区長さん等も言ってくださってますので、そういったご協力もいただきながらという意味で申し上げました。それから京奈和の速度に関しまして、現在この交差点も含めて、3箇所要望させていただいております。それから、それ以外市内で、この3箇所も含めて7箇所をの信号を要望をしております。それから合わせて、371の、まあ、共用の開始までに、371間の交差点等の信号機の設置も必要になってくるというふうに聞いておりますので、まあ、そういったことを合わせますと橋本市内で、まあ、おそらくは15、6箇所の信号機を設置する必要が、まあ、今数えた京奈和速度あるいは地元要望371だけでもそのぐらいありますので、なかなか、まあ、県公安委員会としても予算的な問題もあって全て一気にというふうにはいかんのかなと思いますが、まあ、議員お正しのように、まあ、実際その警察の方で把握している件数以外にも本当にもう交差点については非常に危険な交差点であると市としても認識しておりますので、まあ、そういった意味でも市としても強く働きかけていきたいと思います。以上でございます。1番松浦君。ありがとうございました。よろしくお願いします。これで私の一般質問終わります。ありがとうございました。順番6、2番坂本君。2番坂本君。通告に従いまして一般質問を行います。
今回は1項目、市民病院についてです。橋本市民病院は開設以来、市民の命と健康を守り続けてきました。今後も公立病院としての役割を果たし続けてもらいたいという思いから質問を行います。まず1点目、市民の皆さんが市民病院に望んでいることは、いつでも診てもらえること、どんな病気も治療してもらえること、例えば近代病院に行かなくてもいいように高度な医療をしてもらえること、差額ベッド代を払わなくてもいいことなどだと思いますが、市民の皆さんが望む市民病院はどういうものだとお考えですか。2点目、市民病院、特に医師の対応についてあまりいい評判が聞こえてきません。医師の対応によっていい病院、二度とかかりたくない病院と評価が変わってきます。病院の理念、心の通う医療で地域住民の健康の保持増進に尽くす、基本方針、患者の権利を尊重し理解と納得に基づいた信頼される医療を目指します。病院職員の心得、職員一人一人が橋本市民病院を代表しているという自覚を持ち、職場の内外における言動に注意する、患者対応の基本姿勢は親切、丁寧、温かさ、安心、納得を常に意識するを再度徹底するべきではありませんか。3点目、橋本市民病院改革プランでは、平成28年度に独立行政法人化、非公務員型への移行となっています。なぜ独立行政法人化を目指すのですか。以上です。2番、坂本君の市民病院に関する質問に対する答弁を求めます。病院長。はじめに、市民が望む市民病院についてお答えいたします。まず市民病院は入院検査など質の高い医療を安定して提供し、地域の中核病院として市民はもちろん地域の人々の生命を守っていくことがその役目であり、市民から望まれている姿であると考えております。しかしながら、コンビニ受診は後を絶たず、医師の疲弊の原因にもつながり、当院の大きな問題となっております。昨年12月には橋本市民病院地域医療ネットワーク会議を開催し、地域の開業医の先生方と地域連携についての意見を交わし、問題解決に向けて取り組みを始めております。また問題解決には市民の皆様のご協力も必要となり、まずはかかりつけ医を持っていただき、必要に応じて市民病院を紹介していただくようお願いいたしたく、また議員の皆様におかれましてもご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。次に、市民病院の評判については、院長への電書箱などを通じて患者やご家族の方々からさまざまなご意見ご感想を頂戴しております。その中には厳しいご意見などもあり、市民病院としてはこれを真摯に受け止め、業務改善につなげるように取り組んでおります。また病院の理念、基本方針につきましても再度徹底し、
これまで以上に市民から信頼される病院として地域の医療を支えていけるよう職員一丸となって一層の改善に取り組んでまいりたいと思います。病院事業管理者、独立行政法人化についてお答えをいたします。平成19年12月に総務省は地域において必要な医療提供体制を確保するため公立病院改革ガイドラインを示し、当院も当該ガイドラインを踏まえ、橋本市民病院改革プランを策定いたしました。当該改革プランは、平成21年度から平成25年度の計画となっており、経営の効率化、再編ネットワーク化、経営形態の見直し、の3つの視点に立ち、当院もさまざまな改革に取り組んできました。3つの視点の1つである経営形態の見直しにおいては、地方独立 行政法人への移行を検討し、目標年度を平成28年度とした上で、現在平成24年度から毎年5000万円の基金の積み立てが行われています。全国的な状況として、地方独立行政法人化、指定管理者制度の導入、公営企業法の全部適用への移行、民間譲渡等、平成21年度から平成24年度までに212病院で経営形態の見直しが行われ、平成25年度以降もさらに見直しが進む見込みとなっています。当院においても弾力的な病院経営を行うため、かねてより課題となっている職員定数についても、地方独立行政法人への移行に伴い不足を解消できるように協議を重ねています。しかしながら、平成26年度に予定されている診療報酬改定と病院を取り巻く環境はさらに厳しさが増しています。当院の決算状況においても、平成23年度は約9000万円の黒字決算となりましたが、平成24年度には再び赤字決算となり、本年度も赤字が拡大する見込みとなっています。現在この状況を真摯に受け止めた上で、今後の病院を取り巻く環境を見通し、現在経営コンサルタントの支援を受け、平成26年度から病棟再編を行うなど、病院改革に着手しています。地方独立行政法人への移行については、目標年度を平成28年度としながらも、柔軟な姿勢を保ち、引き続き経営状況を踏まえながら最適な時期を検討してまいりたいと考えています。また移行時には、市長が中期目標3年から5年を議会の議決を得て定めることとなっていることから、市当局とも連携を図り、協議を進めていきたいと考えています。地方独立行政法人化が病院経営の万能薬というわけではありませんが、これから迎えることになる2025年問題等に対応していくためにも、地方独立行政法人化を含めた経営形態の見直しについては、十分に議論を重ねていく必要があります。総務省は、公立病院のさらなる改革を進めるため、平成26年度に新たなガイドラインを示す方向で調整を進めており、
これを踏まえて都道府県が地域医療ビジョンを策定し、地域の医療機関の意見を聞きながら、地域医療その中でも公立病院の在り方について厳しく見直そうとしています。当院としては地域医療を支える病院の一つとして、そして市民の命を守る使命の責任のもと、病院運営を行いたいと考えています。地方独立行政法人化が目的ではありません。さらなる病院改革を進めるための一つの手段として、引き続き検討協議を重ね、医師会や関係医療機関等、また市民や議会の皆様のご意見を賜りながら進めてまいりたいと考えていますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いを申し上げます。2番坂本君、再質問ありますか。2番坂本君、はい、はい、それでは再質問丸一から1項目から行っていきます。病院長の方から、この市民が望む市民病院、質の高い医療を安定して提供していくことで、また市民の、命を守っていくことというふうにお答えいただきました。ちょっときっちりメモはできてないとは思うんですけども、で、あとさらにコンビニ受診のことも言われたんですけれども、その前にやはり今までこう橋本市民病院は民間の病院では担えないような役割もずっと担ってこられて、そのこともやっぱり市民から信頼される一つだと思うんです。で、私はとにかくこの市民病院が今まで果たしてきた役割というものをどういう形になろうとも担い続けていってもらいたいというのが、一つの思いです。で、そういう中でこの改革プラン、いろいろ病院のホームページであるとかいろいろ読んでましたら、この改革プランの基本方針の中にこの市民病院の果たすべき役割っていうところが出てきまして、で、この中にもこの地域住民の健康保持等に必要な医療を適切に提供するとともに、地域の中核病院としてその役割の重要性と責任を自覚し、機能の向上に努めます。また住民の医療を確保するために高度医療に取り組み、救急医療、小児医療にも力を注ぎ、民間病院では担えない医療ニーズにも継続的に応えられる医療を提供できるよう努めます。その他まだ他にも書いてあるんですけども、このことも引き続き市民病院として担っていっていただきたいというふうに考えるんですけども、その点ではいかがでしょうか。病院長。はい、お答えします。市民病院のその果たす役割、具体的に申し上げますと、今議員さんおっしゃいましたようにですね、自治体病院というのは、ご疾病、ご事業ということで、昔は四疾病、ご事業だったんですが、四疾病というのは、がんですね、それから脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、それに精神疾患ということで、ご疾病ということで、確か昨年度から増えたと思うんですが。ただうちの病院は精神科がございませんので、四疾病ということになりますけれども、地域として担わなければならないのは、その四疾病ないし、五疾病が、それと五事業ですね。で、これに関しては先ほど申されたように、救急医療ですね、災害医療、それから僻地医療ですよね、それから周産期医療、それから小児医療、救急を含めた小児医療ですね。で、まさにこの中にはですね、周産期にしても小児にしても急性期にしても、パワーがいる割には、不採算と言われるようなところも入っております。ですから、市民病院として果たすべき役割はですね、
その不採算部分も含めてですね、この地域の中核病院としてその機能を果たすためには、今申し上げたような、まあ、当院としては4疾病後事業になりますけれども、この4つと5つは当然果たしていかなければならないというふうに考えております。2番、坂本君。はい、ありがとうございます。で、ただ市民の方からすれば、この今までのこの今御峰台の方にありますけれども、その前のこの市役所の近くにあったとき、またその前とずっと歴史はありますが、やっぱり自分たちの病院、いつでも見てもらえる病院っていう気持ちっていうのは今でも強いと思うんです。で、そういうところから先ほどおっしゃられたコンビニ受診のこととか、まだまだいろいろあるとは思うんですけれども、国の方もいろいろね、病院の役割分担したりとかやってる中で、その診療報酬とかでもいろいろこう何ていうか強制的にいろいろな方に向けてますけれども、ただ国民の中って言いますか、市民の中ではそれに追いついてないって言いますか、なかなかこの実際とその市民の気持ちの中にはズレがあると思うんです。で、そういうところでかなり病院の中でも苦労はされているとは思うんですけれども、でもやっぱりそういう今の医療の現状とか市民病院の現状とかも含めて、市民に対してもこう啓蒙といいますか、いろいろな発信をしていかないといけないと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。病院長。はい、私もですね、市民病院の病院長として、市民病院は絶対に断らない病院ということを大きな声で言いたいです。言いたいですが、医師、勤務不足ということを理由にするのは何かと思いますが、300床規模でいうと、60人ぐらいの医師の数が適当だと言われているという現状から考えますと、42、3人ぐらいですので、やはり15、6人まだ不足しているというふうに考えています。ですから、その中にあってですね、今の勤務医が疲弊してさらに辞めていくことがないようにという、それはもちろんみんなが頑張っての話ですけれども、その中でどういうふうに市民病院を運営していくかということを考えたときに、先ほど議員さんもおっしゃられてましたように、医療資源をですね、有効に活用すると。医療資源は限られている。その限られた医療資源をどういうふうに生かすかということは、やはりその国の施策でもありですね、つまり機能分担、役割分担ということで、市民病院は高度医療とか、かかりつけ医ではできないような検査や入院患者、重症な患者を引き受ける、あるいは救急を引き受ける、その代わり慢性的な患者さんは地域のかかりつけ医の先生に普段はかかっていただくと、そういうようなことでご理解いただきたいなと。ところが、そこのところで、患者さん、あるいはご家族のご理解をいただくということにあたって、慢性疾患ですから普段はかかりつけにかかってくださいねっていうようなところの、そのもう納得していただくようなことが非常に難しいと。つまり大病院志向というような考え方がありますので、そこは何とぞ行政の皆さん方のお力もお借りしてですね、より効率的に医療を提供するということが望ましいというふうに現在のところは考えております。今、坂本君。はい、はい、で、それで2番の方に移ります。そうは言いながら、その先ほどその医師不足もあって、疲れ、なかなか
なんて言いますか、こう疲れている中でいろいろな患者さんがおられて、その対応の中でこのすれ、まあ、患者さんの思いとのすれ違いというのがきっともうあの私が聞いただけじゃなくって数限りなくあるんではないかなというふうに思います。ですけどもあのやっぱりなんて言いますか、患者さんの前で言ってはいけないことってあると思うんです。いくらあの疲れていても。でそのところをその、まあ、例えばあの市民病院でしたらこの1年2年とか限られた期間だけ、まあ、市民病院の方に来られてまた大学の方に帰られるとか、まあ、いろいろな医師のケースもあるとは思うんですけれども、でも先ほど私読み上げましたけれども、この市民病院にいてる間はやっぱり市民病院の職員としてあのきっちりとこの、まあ、なんていうか医療に取り組んでいただきたいなと思うんです。でやっぱりいくらあのなんて言いますか、かかりつけ医さんがこのうちではできないから市民病院にいてくださいと言って紹介状を書いて持って行ってもらったにもかかわらず、なんでこんなんで来るんやなんてなことを患者さんの前で言われたら、それはやっぱり開業医さんとの信頼関係も崩してしまいますし、あのなかなかあのお医者さんの中でこのなんていうか、理念であるとか、ね、いろいろなことを徹底するっていうのは難しいとは思うんですけれども、あのその辺の徹底について再度あの、まあ、どのようにしていかれるのかということも含めてお願いいたします。病院長。今議員さんからのご指摘されたことはあの事実、まあ、そういうふうに私も感じております。で、まあ、当院では、まあ、委員長への伝書箱っていうのがですね、まあ、大体今あの手持ちでは大体まあ年間、例えば平成24年度ではまあ170件ぐらいの件数、平成25年度では168件程度のその委員長の伝書箱っていうのをいただきます。でその中の一番多いのはその病院設備のことについてが一番、まあ、苦情が多いんですけど、例えば、まあ、冷房が効きすぎている、いや逆に効かないとか、暖房、夜の間が切れてて寒いとかですね、まあ、いろんなそんな設備のことが一番多くて、次が看護師医師の言葉遣いというようなことが2番目大体、頻度的にあります。であとは、まあ、逆にあの、まあ、感謝とかっていうような、まあそのようなものも多くいただいているのは事実でございます。で、まあ、医師に関しましては、まあ、私はあの医師の名前をはっきりと書いていただいている、伝書箱に関しましてはあの事実関係を確認して院長室にその医師を、読んでですね、まあ、こういったことで、まあ、あの苦情をいただいているからということで私は、まあ、あの注意をいたしております。で看護部に関しては、まあ、あの看護部長の方に、まあ、それは預けているわけですが、で、まあ、私としてはその伝書箱、まあ、苦情は宝ということで、まあ、その改革改善のためには、まあ、そういった貴重なご意見であるということを、まあ、考えて、まあ、努めて、まあ、おる次第でございますけれども、まあ、あのその名前がですね、まあ、その医師の名前がない場合に、まあ、その場合はちょっと私も、せっかくまあ注意したいのに、まあ、できないなっていうところがあって、まあ、そういう場合はあの、まあ、医局会という、まあ、医師の集まりが月に一度ありますので、まあ、そういうところでは、まあ、あのこういう、まあ、印象の電車箱が来てますよというのは報告するんですが、まあ、直接その医師に、まあ、注意できないっていうところがありますので、まあ、そこのところはちょっと残念かなと。あとは、まあ、あのご自分のお名前を書いていただいてたり、まあ、住所まで、書いていただいているような方には、まあ、私の方からその、まあ、医師の意見と私 の、まあ、その手紙と合わせてですね、お送り して、まあ、今後、まあ、こういうふうにさせていただきますというようなことで、まあ、あの改善するようなことを検討してますとか、あるいは改善しますということで、まあ、お手紙を差し上げて、まあ、なんとか、まあ、職員 の、 そのモチベーションを上げて、まあ、一致団結して病院を盛り立てていくというふうに、まあ、努力は、まあ、いたしております。以上です。
2番坂本君。はい、今今の言葉でこう病院が本当に真摯に市民からの声に対応されているということが分かって本当に嬉しいです。また今後ともよろしくお願いいたします。で3番先ほど、ね、この、独立行政法人化をなぜすることに、反対するかといいますか心配するかって言いますと、このとにかくこの市民病院がなくなってほしくないんです、私としましては。でこの独立行政法人化、先ほどなんかいろいろ言われたけど、市民病院もなんていうか企業会計の全部適用に変えてありますから、多分先ほど言われた210人のうちの一つに入っているのではないかなというふうには思うんですけれども、この独立行政法人化をすれまだ時期とかまだまだこれからということだったんですけれども、独立行政法人化をすれば、経営が安定してそのまま病院がこの維持できるっていう保証っていうのが本当にあるのかというふうに思うんです。で一旦独立行政法人化して経営がうまくいかなかったら、もうその先は、廃止するか民間に売り渡すかっていうことしか残ってこないんではないかなというふうに私自身は思ってるんですけれども、その辺はいかがでしょうか。病院事業管理者。経営形態の見直しの中で、独立行政法人化って言いますのは、その経営的には民間病院化っていうような感じで感触は受けるんですけども、公立病院の経営を継続しながら組織体を自治体から独立行政法人としての別格の法人に切り替えるということで、公立病院の使命を放棄するということではありません、独立行政法人は。だから現代まで200数十件ほどの、だんだんとこれから独法化の方向へ向かっていくというふうに思います。今までの中で独法化に切り替えて経営が悪化したという病院の事例はないんです。みんな改善の方向へ行ってると。国立病院150何箇所ほどありますけども、赤字の垂れ流しと言われとった国立病院が黒字に転換しとるんですね、現在。いわゆる、それから各公的病院、社会保険庁だとかいろいろやっておられますけれども、これらも全て黒字に転換をしてきているという実態があります。そして、県立病院はもうほとんど法人化しておる。市町村立が残ってるんです。それでポツポツと大勢力のあるところから法人化に切り替えていく。それはどういうことかと私も思うんですけども、やはりその一つの企業を立ち上げるというと、そこの企業体の中の資本率がしっかりした、いわゆる経営が安定したところから法人化に切り替えていくという方向へ流れています。大きなところほどみんな切り替えていくと、経営の悪化しているところは、行政に頼りながら経営も悪いから法人化もできないというような状況になっているのが現状です。したがって、我々は、今一番痛切に感じておりますのは、経営もしっかりしていない、独法化に切り替える力がない、橋本市民病院ですね、と言ってもっともっと自由な経営で患者サービスをやって診療体制を充実させて、やろうということにでいろいろと企画をやっておりますが、いかんせん、医療の現代の状況というのは患者様にサービスを提供して診療報酬を受けるというのが基本になっているんです。ただ単に急性期って言ったら手術だけしとったらいいっていうわけではない、とにかく一人の患者様に、ドクターも薬剤師も理学療法士も栄養士も
すべてがチーム医療というのが現代の考え方なんですが、そのいわゆるドクターも少ない、看護師も7対1も取れませんでしたし、少ない、すべて人数が少ない、それは何かと言いますと、議会からももう枠がはまっとって、橋本職員の職員定数は何人って条例でくくられているんですよね。その条例を超えて職員は採用できませんから、だからとにかく職員定数を増やしてくれて、一般職員減らしたら病院の職員を増やしてくれって言って、先日ねもう副市長さんも交えて協議していただいたんですけども、一つの事例を言いますと、橋本市民病院の理学療法士は 14,5 人しかおらない。そこへ外来も来るし、病棟もいっぱい入っとると。手術をしたら苦しいから理学療法をせないかんのですけども、そこまでなかなか手が回らんというのが実情です。隣の病院は橋本で60人から70人の理学療法士を抱えてるんですね。うちも同じようにやったら治療効果がもう極端に上がることは分かってるんだですけれども、できない。看護師さんも7対1に医療しようと思ってもできない。薬剤師さんももっともっと増やして患者様に関わっていって、入院されたら薬剤師さんも行きたい、入院されたら内科の患者さんだったら栄養士さんが行って栄養指導したい、だけど増やせないというのが実情であるわけです。今はもう300ベッドの病院でもう1000人近い職員を抱えている病院が、有料病院がたくさんあります。いわゆるそうすることによると経営も安定するし、患者サービスも格段に上がる、医師も集まる、看護師も集まるという方向へ転がるんですけども、窮屈窮屈窮屈でやってると縮小傾向になってしまうんですね。まあジレンマに陥ってます。まあ経営さえ安定をする見込みが立てば、私はやっぱり自由な経営の方針が取れる方策というのは市民病院の在り方かなと。まあ先ほど院長が申し上げましたように、いわゆる公立病院のもう一番の問題点は、さっき言いましたように、例えば急性期をやるとか、救急は必ずやるとか、小児医療、産科医療、精神、災害医療、僻地医療、まあいずれも不採算ですけども、橋本市民病院はそれはいわゆる無理してでも今のもやっているというのが実情ですので、まあ本当に、なんとか地域の医師会とも非常に協調性を飛んでこう仲良くやれておりますので、まあ、病診連携を深めて、いわゆる総資源、橋本伊藤の総資源を市民病院が中核となって一緒に連携して築き上げているということにいかんと、2025年は乗り越えられないのではないかなというふうに思っているところでございまして、なんとか経営的に安定をさせる、安定をさせていくのは一番は、まず第一はドクターですけども、いろいろとまあ工夫をしながらやっておりますので、まあ問題点は本当に細かい問題ともたくさんございますけれども、まあ総論としては、まあまあ右肩上がりで経営は続いておるのかなというふうに思ってるんですけども、なおかつまあ課題はたくさんございますので努力をしていきたいところに思っています。2番坂本君。はい、まあなんて言いますか、まあ、先の話ではありますけれども、その職員の定数の枠だけの問題であるのかとも思うんです。でそれはどうしてかと言いましたら、今現在であってもこのなかなか看護師さんも、まあ、ドクターの方もですけども、この集まってこないっていう現状があると思うんです。まあ、市民病院はしんどいから行きたくないっていうか、まあ、看護師さんはそれこそ就職先たくさんありますので、そういう中でなかなかこの市民病院を選んでもらえてないっていうのが今の現状ではないかなと思うんですけれども、でそれがこの独立行政化法人化すれば、まあ、その前に経営安定してからでないと今独立行政法人化できないっておっしゃられたので、
経営を安定させて独立行政法人化すれば、本当に医師や看護師が今よりも集まりやすくなるんだろうか、そんな保障がどこにあるんだろうかって、医師と看護師が集まらないことにはこう経営って続けていけないと思うんです、そもそも。だからそういう点でだから順番がいろいろややこしいですけども、経営安定化して独立行政法人化、ね、ちょっと順番がややこしいけども、とにかくこの独立行政法人化すれば医師が看護師が集まる保障っていうのは本当にあるんだろうかっていうのが、まあ私の疑問です。でその辺ではもう先の先の話でもその答えられないかもしれませんけれども、その辺はいかがでしょうか。病院長。私が答えられる範囲で答えますが、医師の業務が多いと、あるいは看護師が忙しいと、それをですね、今先ほど管理者も言いましたけれども、チームでカバーするということになっているんですね。で医師はその例えばそのお薬の管理は薬剤師を増やしていただければ薬剤師に管理させることができる、薬剤指導させることができる。で今までは本当にもう入院すると看護師がその薬も管理してたわけですよね。でうちの場合は薬剤師って本当にもう10人か11人しかいないんですよ。ですから病棟で薬剤指導ももうできないというぐらいで、だから医者の仕事や看護師の仕事を他の医療職の人を増やしていただければその分担できるんですよ。その栄養指導にしても理学療法士にしても結局増やしていただいたらその患者さんがどんどん良くなっていくのでいい方向に回っていくんですよね。ところが最近は高齢者が増えてなかなか前に進みにくい、それを少ない人数で医療を提供してもなかなかベッドの回転が早まらないと。でこの地域にはというとそういうその、なかなか療養型のような病床がないので市民病院はそういった人も抱えなければいけないということなので、結局はその、公務員の定員適正化ということ で、 ですね、大きく肩をはめられているというところが、その経営を安定化させられないところの大きな一つの原因です。で 4,5 年前にその7対1看護を取るって言った時にですね、実は看護師さん 5,60 名ね応募してきたんですよ。で、これで7対1取れると一応私ども喜んだんですが、そこで総務省からストップがかかったと。橋本氏は、事情があるからダメですと、市民病院ダメですというようなことで、本当にその時は 5,60 人も、ね、やっぱり公務員に憧れてなのか、やっぱり7対1看護をすることによって、結局その看護師 の、 その業務も分散されるから、やっぱり10対1より7対1の方がやりがいがあるというか働きがいがあるということで応募したということもあると思いますが、そういう実績あります。でそれができなかったこと、もうそれが本当残念です。以上です。2番、坂本君。いろいろな結果があって、本当に7対1が取れなかったということが今にも影響はしているのかもしれませんが、ただ今 の、 病院の職員の皆さんも本当に頑張っておられると思うんです。医師が大変だということもよく理解しながら仕事もされていると思うんですが、そういう中でもやっぱり一つには公務員ということのやっぱり誇りもあると思うんです。でそのことが非公務員型になるというところでね、どういうふうに作用するのかというのもまた先のことですけれどもわからないし、とにかくそれとあと昨日いろいろ調べてましたら、この確かに今地方独立行政法人化して経営が悪化しているところはないというふうに言われたけれども、まだそんなに年数経ってないと思うんです。でいろいろずっと見てきて、その橋本市と同じような、もしくは橋本市よりも人口の少ないところでどれだけこの独立行政法人化した病院があるのかなと思って調べてみましたら、まだ建設中のところも含めて4つありました。大
体人口が4万2000のところから6万人ぐらいのところで、でこれもまだ一番古いところで、平成22年4月から、独立行政法人化されたところ で、 でその、ホームページで見ても経営状態がどうのこうのというところまではちょっと分からなかったんですけれども、まだまだ言ってみればこの先どうなるかというのがね、分からないというところもあるんではないかなと思いますので、私自身もいろいろこれからも研究もしながら市民病院が末永くこの続けることが、公立病院としての役割を果たしながら続けることができるように、いろいろまた提案もしていきたいなというふうに思います。ありがとうございました。2番坂本君の一般質問は終わりました。この際午後3時45分まで休憩いたします。